レイヤーレイヤーウー、大好きな場所に来ていますが、太陽に水がキラキラときらめいてとっても美しいです。ちょっと歌ってみようと思います。今のこの暖かで幸せなエネルギーを皆さんにお届けしたいと思います。カラスも鳴いています。あれいやあれいやうう、すごく気持ちがいいので、こんな日の空はゆっくり見るといいです。いろんな鳥も鳴いています。アイライエレレイライライエイウにもないけど、とっても豊かな幸せを感じています。生きているこの命がすごくありがたい。この命、毎日の生かされているこの命に感謝です。なんかバーンって言いましたけど、誰かが生きているという証拠です。バンバンなんかやってます。今日はこのクリスタルの写真を撮ったりしていましたが、これはレーザーポイントクリスタル、レムリアの歌姫という名前をつけましたけども、歌を歌っておられる方、ヒーリングをされている方に、セラピストとかされている方におすすめのとっても素敵な石です。家の中にこもっているとどうもエネルギーも滞りますが、こうやって外に出て気持ちのいい風に吹かれていると、体もどんどん元気になっていきます。なんかマイナス5歳って感じしますけど、家の中にいる時よりも。カラスがお家に帰っていきます。今日も皆さんがそれぞれの場所で幸せでありますように。太陽が沈んでいきます。今日も生かされている命に感謝して、また明日、明後日、皆さんに近い将来お会いできることを楽しみにしています。ここ新幹線がやってきてる。では、Thank you for watching. This is Kiyoka 88 from Japan. See you soon.10月の30日は滋賀県の近江八幡の妙法寺さんなんか笑ってはる妙法寺さんの方で、歌う瞑想ヒーリンググループセッションと、そして午前中は、音楽瞑想、音音浴瞑想ヒーリングでクリスタルボールとか、シンギングボールとかシュルティーボックスとかでふわーっと、気持ちのいい音を聞いていただいて、みんなで願望実現のアフ
ファーメーション予祝会をするというのをやっておりますので、午前中と午後は別ですけれども両方ご参加も可能です。ご予約受付中です。詳細は下のリンクツリー見てください。ではでは。Thank you for watching. This is Kiyoka88 from Japan. If you like my singing, if you like my videos, please subscribe my YouTube and leave me some comments if you felt something about my singing. Thank you. 見てくださってありがとうございます。Kiyoka88 です。チャンネル登録やいいねボタン、シェアなどで応援していただけると嬉しいです。また何か感じていただけたらコメントいただけると嬉しいです。ありがとうございます。あなたはもっと